皆さんお疲れ様です。北の酒好きヘッポコ馬券師ことヘッポコでございます。私は今北欧の風道の駅当別の方にお邪魔しております。ものすごく天気がいいです。ちなみに、ここは国道337号線沿いにあって、ご覧の通り、ここは結構交通量ありましてですね、札幌から、当別町を越えて、他の町につながっているんですけれども、はい、ご覧の通り周りには建物はほとんどありません、のどかな感じになってます。駐車場もめちゃくちゃ広いです。はい、それではヘッポコ杯馬券予想大会道の駅ステークス、サブタイトルとして、北欧の風道の駅当別賞ということですので、その商品の方をこれから、買いに行きたいと思います。今夜だけきっと悲しいの、明日になれば忘れられるのに、ため息とつ手のひらにそっとこぼれて風に消えた。トン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 。はい、建物が近づいてきました。はい、こちらには北欧の風道の駅当別、スウェーデン館、キフスウェーデンハウス株式会社とあります。札幌もしくは、当別の方はご存知かもしれませんが、住宅ハウスメーカースウェーデンハウスさん、はい、おしゃれでですね、三重サッシ、それと木製の窓サッシが有名なハウスメーカーさんで、ここ近くにはですね、ゴルフ場スウェーデンヒルズカントリークラブだったかなとか、あとスウェーデンハウスさんが主体となって確か街づくりをしている、スウェーデンヒルズというですね、分譲住宅地があったと記憶しています。ちょっと間違ってたらすみません。はい、そういうことで、結構スウェーデンを当別さんは売りにしていることが多いです。はい、北欧の風道の駅当別さんの前です。Cause I know that you're her, the girl with the freckled smile. I think I
second gates, and I don't question it at all. I think I love you for, cause I don't care. ということで、北欧の風、道の駅、当別の様子を見ていただきました。はい、それで、今回のですね、予想大会の結果はズバリこちらです。じゃん！優勝は、初日に、ロケットスタートを決めまして、最終日さらに二の足で、突き放しましたブルーさんでした。おめでとうございます。はい、それで2位はですね、おでぶちさん、おでぶちんさんが、最終日に一発ドカンと当てまして、準優勝されたという形になっております。はい、それでですね、2位に入られた、おでぶちんさんが、まあ、札幌の方で、道の駅当別ちょくちょく利用されているということで、まあ、あえて、この商品を送ることないというような状況もございますので、おでぶちんさんに関しては、前回、前々回ですかね、プーオーチンさんとして獲得された、商品も含めましてですね、一度緊急事態宣言や、まん延防止、措置開けた時に、ことにもしくは手稲方面で、一杯二人で、飲ませていただくと、その部分の代金を私がお支払いをさせていただくということで、ご了承いただいております。はい、ということで、優勝されたブルーさんに提供する商品は今回こちらになっております。まず道の駅で購入した商品としまして、ブルーさんは甘いものが結構お好きだということで、まず北海道練乳味のキャラメルと富良野メロン味のキャラメル、それからですね、当別黒毛和牛 A5 ランクのビーフカレーと、同じく当別の、ポーク、これ豚ですね、のヒーマカレー、はい、それから当別のうどんそばという形と、これが今回の目玉なんですけども、これ、道の駅オリジナル限定の、ショルダーバッグに当別と入ってますけど、で、一応これは保冷機能もちょっとついてる、中に銀色の、保冷の部分ついてるんですけど、それ。で、なおかつ優勝されたのがブルーさんということで、一応、まあ、ブルー系、まあ、紺色といいますか、はい、こちらを提供いたします。それからですね、好き嫌いとか好みとか何かありますかということで、メールさせていただいたら、まあ、お酒も飲みますし、カップラーメンとかも全然食べますよということだったので、まあ、いつもながらお世話になってます、セイコーマートさんの PB 商品、はい、夏場に非常に爽やかで美味しいミントハイボール、
まあ、ベタですけども北海道のメロンサワーで、最近私のお気に入り、美味しいですこれ、トマトチューハイ、それからみかんのサワー、これも甘くて飲みやすいですね、北のサングリアサワー、この5種類と、あと PB のカップラーメン、青唐辛子ネギラーメン、これは私食べたことないですね、まだ。辛味噌ラーメン、道産昆布だしうどん、背脂醤油ラーメン、にんにく豚塩味ラーメンで、最後どうしても泣いてしまうという噂の山わさび塩ラーメンと、はい、以上この商品を、はい、セットにしてお送りしたいと思います。それでは届くのを楽しみにしてください。以上、予想大会道の駅ステークス北欧の風当別賞の、優勝商品のご案内でした。引き続きよろしくお願いいたします。